今週にまず変わったんだよ。中華系がどっと流れてきてな。ヤクザも大変だね。お客さん人探しということですけども。親友なんです。万が一強制送還させられたら。お金持ってんの？あんたのこと思い出したよ。いろいろ大変だったな。私も散々言われたけどね、フィリピンに帰れって。やるときはやる。今や日本人は少数派だ。要件はバレないように働いてる。違法だけど生きてくため。おじさん何してる人なんですか？探偵。世の中のドブさらいみたいなもんだな。